はい、グツイです。こんにちは。今日はですね、このグツイコーヒーのチャンネルでブルーイットステック、これですね、あのフレンチプレスに似たような、構造で、簡単にコーヒー、美味しいコーヒー入れられるっていう器具を買ってみたんでですね、前回ちょっとすごい勢いでこう衝動買いしてしまって、社内から発信したのがあるんですけど、まあそれを実際に入れてみてですね、すでに何回か入れてはみたんですけども、実際撮影まだしなかったんで撮ってみようと思います。豆はですね、タカスコーヒーファクトリーの、リッチブレンドかですねを使います。まあこの高知県でやってますんで、地元の、豆屋さんのを使ってますね。じゃあ今回は1杯分だけ、まあこれ1杯分しか入れられないんで入れていきたいと思います。じゃあまずこれで、あ、しまった、時間を計ってないや。で、まあなんでこれを買おうと思ったかですけど、まあフレンチプレスは確かに美味しく入れられるんですけど、一番ネックなのがやっぱり片付けの時なんですよね。入れた後、プレスした後こうギュッとこう押し込めるんで、豆がね、掃除する時にすごく取りにくいんですよ。で、まあたまたまその別の目的で買い物をしてた時に、まあとあるホームセンターにあったんですけど、まあ、これだったら入れた後でこうやって分解できるんで、カンカンと、まあ結局はもうこう結構ね、水で出したり流したりしてこう出さなきゃいけないんですけど、まあフレンチプレスに比べるとだいぶ捨てやすいかなと思って、あ、これは便利だと思って、しかもね、これをカップに浸すだけでいいんでいけるかなと思ったんで、ちょっと衝動買いしてしまったということです。はい、引き終わりました。念のためいつもやってるこの薄皮を飛ばしておきます。はい、で、いよいよこれセットしておきますね。セットしておいてもう直に入れます。見るかな、これちょっとあれか、今オートフォーカス切ってあるんでこの辺でやらないと焦点合わないのか。なぜかかなり豆が多かったようですよし、説明書きではなんか14g で 240ml みたいなことが書いてたんですけど、まあちょっとそこは、今回は今 12g、 10から 12g で、まあ、お湯多分 150ml ぐらいになりますけど、はい、じゃあこれで入れていきます。この上のこの部分からお湯注ぐんですよ。お湯はさっき沸かしたばかりなんで、まあ、フレンチプレスにするとしたらちょっと厚めぐらいかな、きっと90何度かしばらく置いてあったんですけど、95度よりは下がってると思いますけどね、うん、これで1分こう揺り動かすらしいですね。上から注いで、で、まあだいたいいい分量のお湯を注いだら、これぐらいかな。で、だいたいね、これ気をつけなきゃいけないのが、最後に取るんで、取った時にやっぱお湯の分量減るんですよね、これが入ってる分だけ。だから、ちょっと多めぐらいがいいかな。で、1分間ぐらいはこれでこうやって、あ、入れすぎたな。1分間ぐらいはこうやって回してこうよく出すらしいんですね。でその後は放置で、今ね実は久々にやってるとタイマーを忘れたんでこの後タイマー取りに行きます。でこの後に、だから説明では3分なのか、3分にしてるんですけど、だいたいなんか薄く出るんですよね、これがね。
まあちょっと説明通りでやってみましょうか。とりあえず今だいたい1分ぐらい経ちましたからね。ちょっとよくわかんないけど1分ぐらい、あこれね、お湯入れすぎると浮力、お湯なのかな、中の豆の具合なのかもわかんないですけど、ちょっと粗めに引いたやつにするとこういうことになるんですよね。倒れる。はい、タイマーで3分仕掛けました。はい、でそう、いつもねこの時間にね何を話そうかっていうので、ね、悩んでてですね、まあちょっとこの私のやってる YouTube ってこのグツイコーヒーに、グツイライダー、あの自転車とかバイクとか車のやつですねに、グツイミュージック、これも始めたばっかりでまだ登録者6人ぐらいしかいないんですけど、あとはなんだっけ、グツイばあちゃんわからんっていう、まあ、ガジェットとか、まあ、パソコンとか、まあちょっと副業で開業したんでですね、そのことについてとかウェブについてとか動画編集とか話してる分ですね、以上だっけと、まあこれか、うん、のあるんですけど、まあ一番このグツイコーヒーが今のところ36人も登録してくれて、まあ、全部多分知り合いだ、お知り合いだと思うんですけどね、ということで、この場を借りてちょっと一つご挨拶というかお礼を言いたいことがあってですね、この今2020年の9月13日ですけど、7月か、まあ厳密に言えば2020年6月の末で私前の職場を退職したんですけど、まあまあコロナ禍っていうのもあったし、ちょっとその頃はまあ転職しようといろいろ活動してたんで、もう本当に最後の挨拶がねできなくてですね、もうバタバタしてて、本当にそれで申し訳ないんですけど、結構お世話になった人もいて、まあまあ東京のオフィスにいた時にお世話になった人にも いっぱいたくさんいたんですけど、もうまあね、仕事絡みの人は電話でも少し挨拶しましたけど、本当はしたかったけどできなかった人いっぱいいて、もうメールすら送れてなかった、本当に申し訳ないです。この場を借りて本当に 在職中はお世話になりました。コーヒーのことについてもコメントまでくださった方までいたんですけど、本当に申し訳ないです。しかしまあ本当にありがとうございました。ちょっと突然でね、まあ、辞めてしまって、まあ、もう私としては結構、今年の2020年3月ぐらいからいろいろ画策してたというか、まあ、自分のやりたいことをやりたいなっていうのをずっと秘めてたんですけども、まあいろいろあって、まあ思うところあって、まあ、こういうことになりましたね。でまあ、今何をしてるかっていう と、まあ、ブログの方にも書いてあるんですけど、就労支援員をやってますね。とある、まあ、新しくできたそういう、就労支援事業所だっけ、で、就労支援をやってます、まあ、基本的にはどちらかというと知的の、障害の方、まあ、精神の方もいますけど発達障害とかねの、利用者さんの就職をお手伝いするとか、就職するための訓練とかをやってる、まあ、支援する人っていうことですね。はい、まあちょっと私の話はまた別で、語ろうと思いますので、今日はこのブルーイットコーヒーについて、戻ります。じゃあこれを入れ終わったらこのケースにそのまま入れて、あとは汚さずにいけるんで、はい、これで置いておきます。この距離でこの油見えるかな、フレンチプレスみたいなこの泡が、この縁には泡がつかないんですけどね、表面には結構油出てますね。この美味しいとされる新鮮なコーヒーで入れるとすごくこういう泡出る、泡じゃない、え、泡か、泡でいた、油が出るんですけど、じゃあいただきます。あ、やっぱりちょっとまだ薄いですね。
弾き方がもう少し細かい方がいいのかもしれない。今フレンチプレス用に多分 2,3 ミリぐらい割と粗めで弾いてたんですけど、味はやっぱり美味しいですね。今ちょっと暑いから味を感じにくいだけなのかもしれないですね。うん、まあ、あとはですよ、問題のこの柄の片付け方で、まあ、こんな風になってるんで、これをまあ、そのままポイッとゴミ箱というかね、まあ、生ゴミ入れに捨てればまあ終わりと。一応流さなきゃ多分全部は取れないんでしょうけど、ということでフレンチプレスだとこうね、そこからこう掘り起こすというかね、かき出さなきゃいけなかったり、ポン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 ひたすらこうひっくり返してね、逆さ向けてこう出さなきゃいけなかったりするんですけど、まあそこが一番便利かなということで、やってみました。で、今回みたいに多分豆ですけど、豆の分量を入れすぎる、あるいは粗いので、多く入れすぎるとこう自立せずに浮きますのでご注意ください。今日多分ちょっと入れすぎな感じ、ちょっとお湯なのか豆なのかまた検証してみますけど、はい、というわけで今日はこのブルーイットコーヒーっていうイギリス製か、まだか口がよく回ってないですね、イギリス製のこのコーヒー器具、簡単コーヒー器具について紹介しました。これちなみにホームセンターで何ぼだったっけ、1200円ぐらいだったっけな、2000円ぐらいだったっけ、忘れましたけど、それぐらいの、まあ結構コーヒー器具としては多分格安な方だと思います。見るよりも安いかな。というわけで以上でした。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching my channel. Have a good day and nice coffee. Bye.